はい、こんにちは。時刻は1時を回りました。スタッフ、雰囲気団スタッフ山崎がお送りします総選の時間となりました。皆さん日曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。こちら雰囲気団からお送りしております。今見えるちょっと外の風景なんですけども、すごい雨が強く降っておりまして、ちょっとそうですね、海の方も茶壇の海荒れてますね。はい、外でスポーツしてる方いらっしゃいましたら、ちょっと今日はスポーツするのをやめて家で筋トレ等をした方がよろしいかと思います。はい、今週もいろいろなスポーツが繰り広げられましたね。沖縄でもいろんなスポーツが起きましたけども、今週はですね、なんとゲストをお招きしております。一曲オープニングの曲を挟んでから、ゲストさんの方をご紹介していきたいと思います。はい、それではですね、早速1曲目いきたいと思います。1曲目は那覇マラソンがもう来週ということになりまして、懐かしい、高橋直子さんが、マラソンをするときに聞いてたと言っていた、曲を流していきたいと思います。瞳でラブ2000、どうぞ。2000のなんかね、2000なのか分からんよね、どっちが。ちょっと迷いました。曲は知ってるんですけど ね。あんなに当時騒がれてたのに、タイトルが正しいのか分からない。タイトルがちょっと。ねえ。でもいいですね。今でもその色褪せない感じが、全然。なんか、高橋直子さんの走ってる姿と、この曲がずっと流せてる映像をよく見ましたね。そうですね、あ、ルドルフさん、あ、早い、ザッキーさんって呼ばれてる。そうです、ザッキーさんです。山崎なんでザッキーとなっております。そうです、今日ゲストさんに、そうですね、カズキさん、そうです、おります。こんにちは。ねえ、相変わらずアイコン可愛いね、ルドルフさん。ねえ。ね、サングラスをパンと、ああ投げ捨てて。懐かしいな。いや、本当シドニーのスタジアムすごかったですよね。最後フィニッシュ地点のなんかもう9万人ぐらいかな、わかんないけど、あんなに多くの観客にね迎えられて笑顔で、信じられない。小池監督とねハグして、ね、懐かしい、あれが2000年ですかね。16年前。すごい感じ。自分は中学1年でしたけど、山崎くんはまだね、小学校の低学年ぐらいだったと思います。ね、はい。もうそれぐらい昔になりますね。23とかでした。今21ですね。21。ごめんなさい、ごめんなさい。2000年なんで、そうなんです。リアルタイムで見てないんですよ。あ、へえ。多分リアルタイムって記憶ないですね。5年生、幼稚園ぐらいなんですよ。なるほど。はい、だからあんまり記憶がなくて、なんでしょう。こう、今までのそのスポーツ、あ、マラソンの奇跡みたいな感じのドキュメンタリーでよく話したし、なんか漫画にもなってたんですよ。小池監督と高橋直子選手のこう練習秘話みたいな。小池監督と高橋直子のやり取り、もうなんか漫画あったんですよ、小学校に。何それ。小学校にあったりとかして、それ見たりとかしてました。まあ、辛そうだなって。大変。めちゃめちゃ合う。
ルドルフさん寒いんだ。あ、大阪ね、寒そうだね、本当に。寒いですね、もう僕は東京も雪降ったって言ってました、ね。はあ、そっか、もう、あ、でももう11月も終わりだもんね。そうですね、今年は早いらしいです、本当50何年ぶりとか言ってましたから、うん、いや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 。昨日はやっぱちょっと CM 違いますね。あ、そっか、そりゃそっか、ユニオンのそのね、市場があるわけだから、マーケットが。あ、ルドルフさん、今日もやってますよ、産業祭りの方はね。え、はい、でもちょっとあまりお客様はいないかな。うん、ちょっと今さっき あっちの近くの宮脇の方に行ってたんですけど、はいはい、あんまりお客さんいる感じではなかったですよね。まあ、そのおかげですぐパッてこのスタジオ来ることができましたけど、ちょっとね、あんなせっかく大々的にテント張ってね、燃え押し合ってるからには来てほしいなっていうのは。今日はあの A びっくりラジオのひとみんさんが確か MC 会場でやってるはずなんで。あ、そうなんですか。へえ。となんかツイッター情報なんで本当かどうかわかんないですけど。いや、はい、引き続きスポ戦お届けしていきたいかなと思います。はい、それではですね、ついにゲストの方ご紹介していきたいかなと思います。ゲストの玉木さんです、どうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、沖縄市の FM コザという、まあ、ラジオ局で、はい、日曜日の夕方6時からやっていますグランドスタンドコザという、まあ、一応スポーツ系の番組の、まあ、裏方というかパーソナリティというか微妙なポジションでやっています、あの玉木和樹と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですよ、あの自分がそのたまたま FM コザの放送を聞いてて、はい、それでちょうどグランドスラムコザがやってまして、で、あ、スポーツ番組やってるって思って、でその内容がすごい細くて結構その何でしょう、マイナースポーツを数々取り上げてまして、あ、これはぜひ一度いつか時間があるときにお話ししたいなって思って結構時間が経ってしまってて、それで、あ、もうそろそろ年の瀬だって思って、これはぜひ年が終わる前にゲストとして来てもらおうって思って、もうその Facebook でつながってもらって、それでメッセージを送ったっていう形で今日来てもらいました。うん、本当にありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。はい、ね、Facebook でね、山崎さんの方から申請があったんで、はい、もう、あ、もう、ギノワンのあの人だと思って。あ、本当ですか。一回だけね、あの、はい、コメントを送ったことがあって、ツイキャスの方に。はい、あ、やったと思って。嬉しいっす。いや、本当、しかもその時は確か、もうあの、チューブトリムマラソンの方です。チューブトリムマラソンでしたっけ。あ、先週の放送だったかな、はい、はいはいはい、前回かな、そうですね、うん、マラソン頑張ってくださいみたいなメッセージを送ったんですよ、そのフェイスブックの。そしたらもうすぐ返事が返ってきて、それでもう見事完走しましたと来て、うん、そうそう、あれね。どうでしたか。10キロの方に出場して、はい、で、申告、まあ、事前にね、はい、こう申告するタイムというのがあって、はい、まあ、1時間15分ぐらいでなんとかいけるだろうって思ったんですよ、うん、まあ、制限時間1時間半なので、はい、で、そしていざ走ってみたら、日頃のトレーニング積んでないおかげでですね、はい、ちょっともう
結構気分悪くなったり足つりそうになったりで結局あの制限時間6分前でギリ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 ゴールして、あ、危なかったですね。危なかったですね、はい、ギリギリですね本当に。中部トリマラソンっていうのはあの合わせのあったりですかね。そうです、あの合わせのあの県総合運動公園陸上競技場スタートフィニッシュで、はい、まあ10キロだとですね、あっちから出てまあちょっと3、3、3まで3人級じゃなくて、あの合わせのあの海岸沿いの道を少し北上して、はい、まああの海沿いの住宅街の方を少し回ってまた帰ってくるという形で、距離的にはそこまでではあるんですけど、やっぱりいざ走るとなると ね、はい、あですね、走ってる途中は長く感じますね、はい、あ終わったら終わって、あ終わっちゃったんだって感じましたでもきつかったないやーでも結構やっぱり走ってる方も多かったですか、うん、やっぱ多いですよ。あ多分この今週、あ来週ある那覇マラソンに合わせてっていう方も多かったんですかね、うん、多分。あそうそう、その調整で走ってる方もやっぱりいらっしゃいましたね。まあ、ハーフの方ではあの FM 豊見さんの、はい、また月曜夜9時のスポーツ番組やってる方、パーソナリティさんが走ってたらしくて、へ、うん、あもうやっぱり多いですね、うん、やっぱそれに合わせて、うん、あちょっと話が逸れてしまったんですけど、ね、すいません。その、まず、その、グランドスタンドコザが、はい、まあ、どういった番組か、もう少し教えてもらっても大丈夫ですか。うん、はい、そうですね。説明しても分かりづらいところあるかもしれないんですけども、まあ、番組としてはですね、まあ、沖縄県の、まあ、チーム、うんうん、まあ、FC 琉球キングスコラーソンの結果もなんですけど、それ以外 の、まあ、あの各団体球技のトップリーグの結果、このスコアだけはひたすら、はい、あの1時間あの紹介する、まあ、その日の試合結果を紹介するというだけ あのシンプルって言っていいのかそういう番組ですね。あ、うん、そのいつも気になるのが、はい、すっごいそのなんですか、ヤフーニュースとかでは取り上げないようなその、うん、なんですか、スポーツチームとかもそのスコアとかも言ってるじゃないですか、はい、あれってのはあれもネットで探してっていうことなんですか。そうですね、もう本当に日曜日の夕方6時、まあね、日曜日はやっぱ各地で各地のスタジアムやアリーナで試合が行われていて、で、うんうん、それを知るにはもうネットでリアルタイムに載せてくれるようなサイト、まあね、今日も公式サイトが最近は充実しているの で、うん、 そうですね、そこをもうクリックしながらひたすらひたすらひたすら紹介していくっていう感じですか、はい、でその番組始まるきっかけとかは何だったんですか。始まるきっかけがですね、ちょっとなんて説明すればいいのかな。もともと FM 小座にあの自分の、まあ、同級生だったりとかが結構パーソナリティでいたりして、なんか自分もリスナーでちょっかい出しているうちに、はい、ちょっと面白そうだな、やってみようってことで、まあ、あの去年の1月から、はい、あのイブニングアベニューというまた前身の番組があるんですけど、はい、そちらの方で、まあ、あの時はもうちょっと情報豊かっておかしいですけど、こう天気やって交通情報やって、スポーツの結果、今みたいな感じでスポーツの結果話してゲストと話すという、はい、まあ、番組やってたんですけども、ね、それをちょっとリニューアルして、今それに特化した特化した番組に出てますね。あ、まあ、とにかくきっかけとしては知り合いが結構ラジオやってたんで、あ、自分でもやってみたいなという感じで、あ、なるほど、始めたというのがきっかけです。あ、はい、であとその番組月1ですかね、バレーボールの、そうそうそう、番組あるじゃないですか、ね、あれはあれが始まったきっかけも教えてもらえれば。あれはね、はい、本当はね、このバレーボールの会のパーソナリティ、まあ、遊べバレーボールっていうタイトルなんですけども、はい、沖縄国際大学の現役の学生さんで、柿原美希くんという子がいまして、まあ、その子がやってるんですけども、まあ彼はツイッターでバレーボールに関するこうタグといいますか、あ、タグ付けをコミュニティって言っていいのかな、まあ、そういう
人たちがいるんですよ、そういうのを好む。あのでそこで、まあ、見つけた、人 でなかなかそのバレーボール、まあ、県内もそうです そうですし国内外にのバレーボールについてもちょっと、はい、結構知ってるんで、あ面白いなと思ってこうなんだろう、連絡しているうちにやってみないかということで持ちかけてみて、本当はああいった番組を自分の枠ではなるべく増やしたいなってことで。ああなるほど。だからなんか一回その聞いた時なんかそのプロリーグ化の話とかしてすっごいなって思って、その情報量とかもう熱意がすごいその伝わってきて、いやー本当好きなんだなって伝わってきてて、はい。そっか21だっけ今。あ21ですね。90なんで95ですね。ちょっと早生まれなんで。ミキ君が確か94ぐらいだからこの世代すごいですよね。あすごいですか。なんかすごい。なんかすごいですか。どうなんでしょうかね。まあ結構なんかそうですね。20代まあ普通にプロの選手とかでも20代は今結構熱い世代だと思いますね。いろんな選手も多いですし、はい。まあ、それで、そうですね、まあ、次は玉木さんについていろいろ話を伺っていこうかなと思うんですけど、はい、玉木さんが、まあ、スポーツ番組やられてるんですけども、はい、まあ、好きなスポーツといえば何を挙げますかね。好きなスポーツ、まあ、自分でやることあまり好きじゃなくて、はい、まあ、見るもんだと大体、まあ、団体球技は見るんですけど、特になんだろう思い入れがあるとしたらアメリカンフットボールとアイスホッケーとあとラクロスかな。あの沖縄ではねなかなかあの、ね、見る機会がないので余計なんか、あ余計ですか、見たくなるって。あなんか一回琉大のアイスホッケー部をなんかそうありましたよね、うん、なんかあれもやっぱり興味がこう、そうなんですよ、琉大のアイスホッケー、アメフト、ラクロスチームを、勝手に、まあ、応援ではないですけど、頑張ってほしいなと思ってますね。そうですね。うん、アイスホッケーは、あれですよね、ハエバルの、サザンヒルでやってるんですよね。あ、うん、なるほど。ここ、ないからこその憧れで、そう、まずそこ、その3つですか、うん、が好きっていうことですか。そうですね、特に、うん。どうなんですか、海外のを見るんですか、それとも国内の方が。ああそうですね、まあ海外どうしてもあの多いのが海外の映像配信がどうしても多いのでそちらの方見ますけど、なかなかね国内、あ国内じゃない、あのメディアでもちゃんと伝えてくれないんで、どういう状況どういう選手がいるのかっていうのあんまり実は全然分かってないんですよ自分でも。あただでもあのスタジアムとかアリーナの雰囲気はすごいなんかいいからついつい見ちゃうんですよね。へ、うんうん、アメフトだとやっぱり自分はアメフトって思い浮かべるのが、まあ、大学ですかね、やっぱり大学の、何ですか、クリスマスボールでしたっけ。あれは私高校生、高校でしたっけ、だったかな。大学学生だとやっぱ甲子園ボール、あーはいはいはい、で社会人のジャパン X ボールがあって、うん、それぞれの王者が1月3日ライスボールで東京ドームっていう、はい、戦うという形ですね。いやもうあのぶつかり合い、まあ、一度何回か見た時あるんですけども、うん、そのなんかメディアの方で、はい、ですけどもやっぱりなんかかっこいいなというか、ね、なんか肩幅もめっちゃあるなとか思ったりとかしますし、でもなんかその一時期だけなんですよね、その取り上げるのがメディアの方が。そうなんですよね。なんでなんか、まあ、その前後がよくわかんないからどういったあれなんだろうとか、まあ、そういう感情を持ちながら、うわすげえ当たりとか思いながら残り何秒のラストのプレーみたいのとか言うんですけど、うん、どういうルールなんだろうとかやっぱり思いますね。その辺やっぱりなんかもうちょっと詳しく教えてもらったらいいかなとか思いますけどね。あと、うん、やっぱりこの沖縄のこう中部一帯だと、はい、
6チャンネルって言って6チャンネルあの AFN あのアメリカ軍の放送が昔ああそうなんですか見られた見ることができたんですよ、まあまだラジオの方でもやってますけど、テレビの方でも映ってて、そこで結構 NFL だとか、NHL、まあ、アイスホッケーだったりあの大学の方の、こうフットボールバスケットボールとかも結構中継がされてたんで、それで、まあ、あの見るようになったっていうのもありますね。なんかその雄大のそのアメフト部がなんか結構アメリカのアメフトやってる方とも交流あったりとかして、なんかアメリカのなんかなんか一番最後の試合ですかね、をなんかそのアメリカ軍基地内でパブリックビューインしてて、それを見に行ったみたいな話は聞いた時ありますね。でなんかつながりもあったりするんだなとか思って、多分あるんでしょうね、なんかそういう環境がまああったらいいですよね、やっぱり。はい、まあ、ということで、なんかそのいつぐらいからそのスポーツに関心を持つようになったんですか。ああそうだね、そうですね、自分が小中学生の時正直、スポーツ嫌いで嫌いでやるだけじゃなくて見る方も嫌いで、全然ルール分からんしと思ってたんですけど、ちょっとあの中学校1年の頃にあのアメリカあの学校代表でちょっとあのホームステイすることができて、アメリカのワシントン州の方に、でそこであのアメフトだとかアイスホッケーとかちょっと観戦する、まあ、その地元の、ね、小さな高校生だったり社会人のチームだったりです、ですけど、あこういうのもなかなか、ね、悪くないな、思ったより面白いなと思って、で帰ってきて6チャンネル見始めて、おアメフト面白いって。でもその時まだそこまでスポーツに興味はなかったんですけど、あの2004年のサッカーアジアカップ、覚えてますかね。あのこう結構あの奇跡的な勝ち上がり方をしていった、あれで、あのすごいなんか知らないけどハマっちゃって、ハマってあ面白いと思ってサッカーで、まあその次の年の J リーグで、2005年シーズンだったかな、こう最終節までこの5チームが優勝争いをするというのが ありまして、それがまたエキサイティングで、もうロスアディショナルタイムでこう順位が入れ替わるみたいな感じで、ああ国内のこのリーグのスポーツを面白いと思って、そっから今までのその嫌いだった反動がバーンと、一気になって、でサッカーだけじゃ他の競技どうなんだって行くうちに、いつの間にかこういうことに、こういうことに。ただもともと好きじゃなくて全然やったこともないもんだから、あんまりそう試合内容とかっていうのは実はそこまでよく分かっていない。でも雰囲気は面白いって感じですね。あそうですね。でも雰囲気も大事ですよね。やっぱりもう、例えばまあ会場に行っても、会場に行くのとまたテレビで見るのとも違いますし、会場に行ってでわーって思うことはあると思うんですよ、やっぱり、どうしても。玉木さんどうですか、そのリアルタイムでどれぐらい試合とか見に行ったりとかしますか。そうですね、月に 1,2 回は行ってるのかな、もう SC 琉球とかキングスとかコラソンは1年目から見てはいるんですが、ただあのそのこう少し熱狂的なサポーターブースターファミリアさんたちよりは、そんなに見に行ってはいないですね。どうしてもお金でもう時間もかかるんで、そうですね、確かにその日の体調とかもある、確かに時間もそうですね、自分は琉球コラソンさんまだ見れてないんですよ、一回も生で。なんで一回見たいなとか思うんですけど、この2時なんで大体、そう2時なんですよ、日曜の2時かと思っていつもその何でしょう、このリアルタイムのこう速報みたいのを伝えたりはするんですけど、そのホームゲームに限って2時なんですよ。そのできればその2時だったり6時だったりとかこう変えてほしいんですけどね。そうですね、あの多分琉球コラソンさんのまあ都合もあると思うんで、それはどうしようもないんですけども、でもそのキングスさんは結構いろんな時間帯やって、土日だったらもうその2時で、まあ、次の試合6時だったりとか変えたりとかしてますし、それは本当嬉しいですね。で玉木さんが
そのあえて言うなら今一番注目しているスポーツまたチームといえば何ですかね。なんだろう、もう一番ってね、あ、難しいよね、難しいですけどね。なんだろうね、散々今までね、はい、なんちゃらって言っときながらも、はい、やっぱりちょっとね、あの月一のバレーボールやって番組をね一応裏方でやってるものとしては、うん、このバレーボールがのスーパーリーグ化がどうなっていくのかっていうのはすごい気になりますね。あ、そうですね、プロ野球、サッカー、 J リーグ、はい、まあ、バスケの B リーグがここまでね拡大して、うん、じゃあもう次はもうバレーかラグビーかどっちかだと思うんですけど、どっちかですね、うん、どうなっていくのかすごいなんか楽しみもでもあるし、ありますし、はい、不安でもやっぱりありますよね。そうですね、確かにラグビーもちょっとあの五郎丸ブームが過ぎ去って、うん、ちょっと今ちょっと下がってるかなっていう人気が、でこの前、うん、あの日本の方でその国際試合ありましたけども、はいはい、あれも全部チケットはソールドアウトすることはなく、うん、空席が結構あったっていうニュースもありましたから、はい、若干今、まあ、監督も新しくなりましたし、ここからまた今遠征もしてて結構頑張ってるところなんで、ここからまた上がっていってほしいなと思いますし、うん、まあ、バレーはですね、自分はその母親がなんか高校時代バレーボールしてたらしくて、そのですね、そのテレビの主導権ってあるじゃないですか。家族だってあるじゃないですか。で、うちのそのヒエラルキーだと母親が一番上なんですよ。なんで、父親は巨人ファンなんですよ。野球大好きなんで、巨人の試合は見たいんですけど、母親がいると、もうバレーボールの試合。おぉ。なんですよね。なんで、もうバレーボールはもう、毎回毎回見てましたし、でも、その、うん、V リーグだったり、あ、その何ですか、その全日本以外の試合はやっぱりテレビであんまりしないので、見ることはないですね、自分の方は。確かに。どっちかといえばやっぱりその今監督さんが新しく男女とも変わって、はい、そうですね、女子の監督が自分はちょっと注目ですね。中田久美さんです。中田久美さんなんで、もう、うん、自分の中のイメージだと中田久美さんって超怖いイメージなんですよね。ですよね、はい、なんか結構何でしたね、いつの大会だったか忘れたんですけど、そのセッターの竹下さんがその全日本に戻って、うん、でこのオリンピックを決めたっていう、決めた後にすぐにスポーツ番組に出て、はいはい、テレビのでキャーみたいななってて、でその途中で勝が入って、その後番組がシーンみたいになってる。そうそうそう、ありました。2004年 の, あのアテネオリンピックの世界最終予選の後に、ね、てめえらこの野郎事件、もう怖いって思ってもうあのイメージがめっちゃ強くてですね、まあ本当実績もすごくてですね、もう連覇もしてますし、その実業団の方で監督になられてからも、なので本当に楽しみ、どうなっていくのかなっていうところがありますね。うん、男子の方の監督はそうですね、中川一さんなんですけど、はいはい、ちょっと事故の、ね、はい、ちょっとどうなるのかなってちょっと少しね心配ではありますけどですね。はい、じゃあここで、はい、玉木さんのリクエスト曲いきたいかなと思います。ありますか。はい、先ほど調べたらありましたので、こちらの方だと思います。はい、玉木さんの、リクエストでノーサプライズどうぞ。ツイキャス更新はこっちでやった方がいい。あ、お願いします。すみません。このライブを削除するをして、ライブを開始で OK を押す。はい、ね、ツイキャスの皆様で今曲中でルドルフさん、すいませんね、コメントなかなか紹介することできなくて、はい、あ、ライスボールかなって書いてくれて、あ、そうそうそう、1月3日ライスボール、そうですね、ライスボール、あの
そう、雨すごいんですね。雨すごいね、全然やむ気配がない。今日はひどいですね。もう沖国際にも行きたいのに、この後ちょっとこれ困るな。はい、ね、昨日沖国際ちょっと行ってきたんですけど。あ、いいな。はい、はい、ちょっと、まあ、晴れてたんで、やっぱり、うん、いい感じでしたね。わあ、学生だなってこう、そうそう、なんかね、やっぱ流大とはまた違った雰囲気が。そうですね、特になんか流大よりこう狭いじゃないですか、うんうん、結構狭くて建物がこう長いんで、そうそうそう、張り紙の量がすごくて、すごいよねギュッてなってる感じがしてて、濃縮感がすごい、濃縮感がすごいですね、いい意味で、いい、いい感じですね、あの濃縮感が、うん、でもあの学生、自分も龍大2010年卒なんですけど、はい、あの時学生元気の時ってなかなか行かないんだよね。あ、そうですね、確かに1年生の時ぐらいですかね、ちゃんと取り組んだのは。そうそうそう、自分もそのラジオの日曜日のラジオ、あっち、まあ、ここの議論もそうだけど、あの、はい、学生がやってるから、それそういうメンバーやってるから学園祭い、ね、いろいろ行くようになったから、あ、そうです ね、 ね、行っとけばよかったなと思いつつも、わ、でもあの時絶対行かないとかそういうもんですかね、やっぱり偉いよね、こう企画してちゃんと運営までしてさ、絶対できない。あ、チャラい、チャラチャラ AKB ファンさん来ましたね。はい、ギノワンでもすっかりね、名物リスナー一人になっちゃってますけどちょっとバカげた質問していいですか、はい、スポーツ戦 の、 あの泉っていうのは別に林泉さんが関係したわけでは全くないです全然関係ないですたまたまですよね全然関係ないです。泉さんはそうですね、全然関係ないですね。まあ一回あんまり喋った時もないですよ、自分面識が、はい、だよね。なんか泉さんの弟さんだったから、そう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 、新潟の明君高校だったかな、明君だったら慶和っていう、まあ、まあ、の高校にいるらしいです。はい、そっか、そうなんだ、てっきり青森だと思って。そうですね、青森出身だからね。ですね、泉さんは青森なんですけど、なんか弟さんだったかが、その新潟の高校に行ってるって、うん、と思いましたね。結構ね、あの家族もサッカーに結構関係がある感じですよね。あちょっと、はい、結構知っててびっくりした。そうそう、あのそれでギノワンアップしてたんですよ、フェイスブックに。あにギノワンの、FM ギノワンがいい、いいなって思うのは、はい、そう、ポザーのそのようなあのこうザックバランサもありつつも、ちゃんとあの番組がワンテーマごとでやってるのが偉いなって思います。ああ、ありがとうございますあ、それぞれが結構、そうですね、専門番組的なのが多いかもしれませんね。そうそうそう、うん、あのサッカーもそうですし、まあ、飛行機番組もあって、そうです、飛行機アイランド、まあスタッフの番組ですけど、台湾だけを取り上げて、ねえ、じゃがべえじゃなくてジャパベジャパベですだからもう、だから、まあ、ひろきさんって言うんですけど、スタッフのひろきさんに陽大館を取り上げてくださいって言うんですけどね、日版の、ちょっと、あ、またそりゃ、ちょっと待って、でも陽大館は知っててちょっと嬉しかったですね。やっぱ台湾といえばもう、陽大館なんで、自分の中では
来年2月は沖縄市体育館でのコラソのゲームを夜6時半から。ああ、本当ですか。だそうです。いや、行きますわ。6時半だったら全然行きますよ。はい、スポーツバラエティ番組スポ戦引き続きやっていこうかなと思います。はい、引き続きゲストの田脇さんには参加してもらいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続いてはですね、スポーツニュースを いつも山ニュースランキングといって、まあ結構スポーツについて、まあざっくばらんにもう数多く打ってる感じでいつもやってるんですけども、今回はですね、ちょっとゲストさんが来られてるので、まあちょっとそのこう語り合いながらやっていきたいかなと思います。まずはスポーツの方を紹介していきたいと思います。琉球ゴールデンキングスのスポーツニュースをお届けしていきます。11月24日のニュースですね。琉球ゴールデンキングス、京都に敗れホーム4連敗。前回京都と対戦した際にはアウェーでの戦いに苦しみながらも2勝することができたキングス。しかしリーグ開幕から2ヶ月が経ち、チームの方針戦略を変えてきた京都は前回対戦した時よりも一層の警戒が必要となった。開始直後から京都のペースで試合が展開され、キングスはアウトサイドシュート、インサイドシュートともに得点を上げることに苦戦。その間京都は早い展開から数的優位な状況を作り出し、キングスディフェンスを揺さぶります。対するキングスは新加入のテリーがオフェンスの起点となりチームを牽引。自身のダンク2本と1本のダンクアシストなど1人気を吐く戦いを見せます。第3クォーターには6点差まで詰め寄る場面もありましたが、自らのミスでチャンスを生かすことができず、京都に最大25点のリードを許し、最後まで状況を打破することができませんでした。試合が終わってみた54対69の差で敗戦ということで、こちらがですね、11月23日ですか、水曜日祝日に行われた試合でした。で、続いてですね、今週末にですね、26、27とキングスアウェーのアウェーでシーホース三河と対戦しております。11月の最後の試合では、西地区首位のシーホース三河とのアウェー戦が2連戦。先週末の名古屋戦から1週間で計5試合を行うという BJ リーグ時代ではなかったスケジュールの中、週末の戦いをしている琉球ゴールデンキングス。23日水曜日に終えたホーム戦では新加入のテリーが得点面でチームを牽引しました。流れを作り出したもの、終始いいリズムでバスケットを展開する、まあ、京都ハンナリーズに悔しい敗戦を喫した水曜日でした。今月は1勝4敗と苦戦を強いられているキングス。こんな時こそ目の前の試合に集中し、チームで戦う力が求められます。で、対戦するシーホース三河なんですけども、現在、混戦する西区で首位をひた走る強さを見せております。2位のエース、金丸と比江島が起点となりチームを牽引しております。そこへ新加入の長谷川と狩俣が途中出場ながらチームに勢いをもたらすシュートを次々に成功させるなど、個人総合力ともリーグトップクラスといっても過言でありません。はい、そんな西地区首位のシーホース三河と昨日京都、アウェーの名古屋ウィングアリーナ刈谷で試合しているキングスなんですけども、昨日の試合どうだったかというとですね、キングス守れず3連敗という沖縄タイムスの見出しがバーンと出ておりますね。
第18節、バスケットボール男子 B リーグ1部西地区4位の琉球ゴールデンキングスは、愛知県の方で塩澄川と試合をし、塩澄川に88対100という100点ゲームをされるということで、キングスは3連敗、通算成績は8勝10敗となり、キングスは、西地区で4位となりましたということで、玉木さん、まあ、一気にバーって今週のキングス情報をお伝えしたわけなんですけども、はい、どうですかね、最近のキングスの状況はどう思いますかね。なかなか、いや、やっぱり苦しんでいますね。そうですね、やっぱり、まあ、BJ リーグが終わって B リーグになって2ヶ月が経とうとしておりますけども、うん、西地区、中地区、東地区ってあるんですけども、はい、どの地区を見てもですね、前のその実業団時代のチームがやはり首位、2位を占めているっていう状況が続いておりますね。で、その西地区の順位をおさらいしておきますとですね、1位が三河で、2位が名古屋、ゲーム差は4ゲーム差で、3位が大阪、2位の名古屋と3位の大阪は1ゲーム差で、4位が我らが琉球ゴールデンキングス、大阪との差がこれまた1ゲーム差で、下に5位に京都、これがゲーム差なしで、6位に滋賀がですね、少し大きく離されて、4位の琉球と4ゲーム差ついておりますという、まあ、順位になってるんですけどもね、その水曜日の方に試合がありまして、で、まあ、惜しくも落としてしまうという結果になったんですけども、なかなかまずこのスケジュールが過密という、名古屋、あの三河もですね、名古屋もですね、愛知県のチームなんで、はい、その先週の土日は名古屋と愛知でアウェーで2連戦を行って、で、まあ、その次の日にもうすぐ沖縄に帰ってきて、で、沖縄市の体育館の方で京都ハンガリーズと戦ってまたすぐ名古屋の方に行ってシーホース三河と戦うっていう、きついね。 BJ リーグ時代だとちょっと考えられない試合となってますね。はい、もうこのなんでしょうね、まあ結構厳しいその日程もなってるんですけども、まあこういった中でも、まあ唯一というか、そのまあ良かったなと思えるのが新選手の加入かなと、新選手の加入のその活躍ですかなと自分は思うんですね。新しく入った新加入のテリー選手なんですけども、はい、先週のその名古屋戦から出場しておりまして、うん、名古屋戦でもやっぱりチームの方でも得点を、最多得点を上げておりまして、うん、もうこのテリー選手の得点面プラスこのキングスの持ち味としている速さが加わればさらにまあいいゲームができるんではないかなってちょっと思ってるんですけども、うん、まだその4月の方にですね、この B リーグの方はですね、プレーオフというのがありまして、まあ、まだ2ヶ月しか経ってないとは思うんですけども、もう大体3分の1を消化。もうそうなります。それぐらいなんですよね、もう意外ともう3分の1が消化されようとなっておりますんで、だから、今年のうちにですね、ね、そのまあ3位4位、まあ良ければ結構名古屋三河とは結構差が空いてるんですけども、まあ名古屋に並ぶぐらいについてほしいかなっていう思いがあるんですけどもね、この名古屋も三河もですね、その前身の NBL 時代にはですね、もう、まあ、特に三河はですね、もうリーグはその3回ほど変わったんですけども、それぞれでその王者になってる経験がある、もう古豪なんですよね。で、日本代表の選手も3名ほどおりますし、そういった状況を見るとですね、まあ、三河と戦うときはなかなか苦戦が強いられると思うんですけども、それ以外のですね、例えば BJ リーグ時代の
京都だったりとか滋賀、まあ、大阪あたりとですね、うん、こううまく戦えて、まあ、勝ち星を、まあ、逃さず取っていくっていう試合が大切になっていくかなと思いますけどね。そのB リーグになってから玉木さんは試合を見に行った時はありますかね。実はないですね。 B リーグになってからはないんですか、うん、どうですかそのリアルタイムでなんかテレビとかで見たりとか。そうそうそう、あのテレビの方であのスカパーに入って、はい、すごいですね。もう B リーグの放送の量がすごくて、はい、全然追いついて、あ、追いついて、多すぎてですか。いい意味で、いい意味で、うん、そうなんですか。自分は普通の地上波と BS でやってたのを見たぐらいなんですよね。なんで、うちもリアルでまだ見てないんですよね。あ、ちょっと、ね、でもなんか、その、チケット取ろうって思った時にはもうすでにソールドアウト。うん、ねリンク栃木戦ももう売り切れてるんでしたっけね。はい、その、すごい。2ヶ月ぐらい先までが、この公開というか、発売が始まるんですけども、はい、その日というか、もうすぐ、リンク栃木戦、がもうソルドアウトって。いやこれはこれ玉木さん、これはなぜリンク栃木戦がソルドアウトしたと思いますか。やっぱり田臥とかがいるからですかね。ですね、やっぱり田臥選手、うん、もうあの田臥選手というのはですね、もう日本選手で唯一アメリカのトップリーグの方でもう活躍された選手となっておりますんで、うん、もうまあ、その下の世代がですね、琉球ゴールデンキングスがシーズンオフの時にですね、アメリカの大学と親善試合をしたんですけども、その時にその渡辺選手っていう日本人選手がいたんですけども、はい、ジョージワシントン大学のその選手がその、まあ、第二の田臥というか今3年生なんですけども、まあ、これ順調にいけばアメリカ そのリーグで出るんじゃないかなっていう期待もあるんですけどね。まだその田臥選手以来の選手が出てないんで、やはりそのまだそのもう36ですかね、うん、そんぐらいになりますかね、確か。そうですね、それぐらいになると思うんですけども、まだやはり日本バスケット界の顔という存在なんですよね、うん、田臥選手が。なんでまあそのまあ田臥選手がずっといるっていうのはすごい大切だと思うんですけども、その世代交代っていうのも徐々にしていかないと、やはり、そうですね、はい、昨、まあ、前回のそのアジア予選のようにオリンピックに出れないっていう結果になっていくと思うんですよね。なんで4年後の東京オリンピック、その開催枠、開催が日本なんでその出れるんですけれども、まあ、それに甘んじることなくですね、4年後見据えて、もう田臥選手も4年後って言ったら40ですからね。そうですよね。40ってなるといくらなでも厳しい、体力的にも厳しい面があると思うんですよね。なんで新しい世代が出てくことを、そうですね、本当にバスケのワールドカップの方もサッカーみたいにホームアンドウェイの予選になりますからね。そうですね、そういう意味でも厳しい戦いが続くと思うんですよね。本当にで特にですね、その中東のチームはですね、結構お金もあってですね、結構その強い選手がいたりするんですよ。それでいたり呼んだりとかすることもあるんですけども、まあまあ、あとまあ韓国だったりとかも強いですね、はい、韓国中国も強くなってきてたんですけど、韓国中国またその中東のチームだったりとか、本当アジア予選もね、もう日本が勝ち抜くっていうのは本当厳しい状況が続いてますし、はい、まあその男子、まあ女子はですね、ちょっと、まあ、頭一つ抜けに出てるというかですね、うん、アジアにおいては女子、日本代表女子は強いんですけども、男子もですね、やはり強くなっていってほしいなっていう思いがありますね。そうですね、はい、せっかく B リーグもできましたしね。はい、まあ、自分のその出身の新潟アルビレックスあるんですけどもですね、今シーズン五十嵐圭選手が加入しまして、でその BS で試合があったんですけどもね、ちょっとですね、まだチームに馴染んでないっていうところが見えましたね。残念、残念です。もっと早く馴染んでほしいんですけども、やはりその BJ リーグ時代の選手が多く残ってるっていう状況がある中で、五十嵐圭選手がそのふるさと
に戻ってきたぞっていう感じであるんですけども、やはりパスがうまく通らなかったりとかっていうのがあったんで、アルビレックスもですね、ちょっと今ないちょっとそうですね、何かはちょっと忘れてしまったんですけども、やはり、中地区ですか、あ違いますね、東地区の方で確か4位だったと思うんですね。なかなか勝ちが上げられない展開が続いておりますんで、まあそのふるさとっていうこともありますから、アルビレックスも頑張ってほしいかなって思いますね、はい、あ時間がですね足りない、そうなんですよちょっと喋りすぎてですね、本当はですねこの後ですね、あの琉球コラソンの話をしていきたいかなって思うんですが、ちょっと軽く琉球コラソンの話していきますね。琉球コラソンはですね現在5位に後退しております。先週行われました試合ではですね、28対27と惜しくも敗れるということになりました。プレーオフ進出圏内の4位に入るためにはですね、残り試合落とせない戦いが続いております、うん、ということで、はい、続きましてですね、今週末行われるスポーツ大会のをちょっと紹介していきます。今週末行われるスポーツといえばですね、那覇マラソンでございます。12月4日日曜日9時スタートとなります。那覇マラソン、今回はですね、ちょっとコースが30キロ地点あたりがちょっとコースの変更があるということで、また違った景色が見れるんではないかなと思います。また、宜野湾市ではですね、12月11日日曜日に宜野湾車椅子マラソンが行われます。県内外から多くの選手が、この宜野湾車椅子マラソン出場します。本当にスピード感がすごいという話、あの去年見た人から言うと、もうヒューンとこう通り過ぎるらしいので、玉木さん見た時ありますかね、車椅子マラソン。1回だけ見たことあるかな。どんなですか。でも早いよですね、もう本当に結構そんな感じですよ。シューンって感じですか、まあ、ということはね、12月11日日曜日、宜野湾市の海浜公園近くで行われますので、お時間ある方はぜひとも宜野湾車椅子マラソン12月11日日曜日、来てみてはいかがでしょうか。あとそうですね、運転する方もね、そうコース気をつけてね。そうですね、確かにあのなんかボランティアの方がもう石とかないようにもう入念に取るらしいですね。そう、始まる前までに、やっぱり少しの石でもやっぱりパンクしちゃうらしいんで、うわ、はい、パンクだったりかこの横転することがあるらしいんで、大変で、その折り返し地点があるんですね、やっぱりそのどうしても茶炭からその宜野湾あたりを使うんですけども、うん、折り返してもやはりスピード勢い余って転倒する選手が去年はいたそうなんで、はいはい、まあ、選手自身も気をつけて、まあ、楽しんでやってほしいですね、うん、はい、ということで、まあ、番組もエンディングと入ってしまったんですけど、タキさんどうでしたですか、今日の番組はです。ちょっと自分の方がちょっと熱くなって喋りすぎてしまったかなと思うんですけど、あ、もうそれで OK です。あ、 OK ですか、はい、はい、もういいですね、面白い。あ、そうですか、ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいですけども、この後そうですね、小座の方でもしかしたらやるかなって感じ。ああ、そういう感じですか。とりあえず沖国際とかいろいろ見てみて、はい、間に合ったらやります。間に合わなかったらわからないですそうです、雨がねちょっとまだひどいんで、ちょっと沖国際今日はそうですね、野外とかあんまりステージが、そうですね、ちょっと心配ですね。はい、ということで、お送りしてきましたスポーツの温泉スポ戦、いかがでしたでしょうか。今日は、FM コザの方でグランドスタンドコザというスポーツ番組やっております玉木和樹さんを、はい、ゲストとしてお迎えしてお届けしてきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今週末も様々なスポーツが行われております。まあ千秋楽でもありますしね相撲で言ったら千秋楽とかもありますので、まあその何でしょう、まあ、雨も降ってますから外に行けない方は家でまったりと千秋楽の方を見てみてはいかがでしょうか。はい、お届けしたのは、FM ギランスタッフ山崎と、はい、FM コザで毎週日曜6時にやってますグランドスタンドコザのパーソナリティ玉木和樹でした。はい、皆さん良い週末をお送りください。ごきげんよう、さよなら。
ありがとうございました。ありがとうございました。ルドルフさん、AKB ファンさん、ありがとうございました。AKB ファンさん、ありがとうございました。今日は沖国際なんですよ。そうそうそう。沖捨てやるのかな、そうなんですかね。ああ、なんか盛り上がっててよかったよ。あ、本当ですか。ちょっと自分熱くなりすぎちゃって、あの順位について語ってたのすごいなと思いましたね。あ、本当ですか。自分、スコアだけ読み上げて、結局そういうあの、なんだろう、大きな動きっていうのはなかなか全然説明ができないし、分かっ、自分も分かってないんで。ああ、いや、なんかそのやっぱりそのチームとしてシーズン通して最後やっぱプレーオフってどのチームあるじゃないですか、うん、それに入るためには何に入ればいけないのかなとか言うと分かりやすいかなとか思って、とても分かりやすい、うん、はい、そこがちょっとね、まだ大手メディアだと弱い部分だからね、こういう番組がしっかり伝えるっていうのは本当に大事。そうですね、確かにテレビとかだとなんか伝えるようにはなってきてると思うんですけど、ね、今週あった B リーグの結果ですバーって言って終わりが多いんで、ね、いやいやいや、それじゃ分からないだろうみたいな。そうそうそう。